おしゃホワイトの特製カスタムカーが登場。トヨタの大法人は2024年6月26日から5日間、バンコクで開催されたバンコクオートサロン2024にブース出展を行いました。同社のブースではコンセプトカー、ヤリス2024スノーホワイトコンセプトが披露されました。どのような車なのでしょうか バンコクオートサロン2024は通算12回目の開催で、東南アジア地域では最大のカスタムカーショーです。毎年1月に日本国内で開催される東京オートサロンと連携し、日本のカスタム文化を系統しつつ、タイ独自のカスタム文化を融合させたイベントで、日本からも有名カスタムショップが出展されるほか、 メーカーや有名インフルエンサーも展示を行っています。今回、トヨタの大法人は、クールアズマッチアズユア s Your Desire をテーマに、セダン、ピックアップトラック、MPV など、様々なスタイルで仕上げられた11台のモデルを披露しました。このうち、ヤリス2024スノーホワイトコンセプトは、現地で販売している ヤリスをベースにカスタムが施されています。ヤリスといえば、日本では全長 4M 以下のコンパクトハッチバックですが、アジアではボディサイズが一回り大きなモデルが、2013年から販売されています。タイのヤリスは全長 4160mm× 全幅 1730mm× 全高 1500mm です。 なお日本展開車では全長 3940mm× 全幅 1695mm× 全高 1500mm。そんなタイのヤリスは2023年3月9日に改良モデルが発表されました。エクステリアはリファインドエナジェティックをデザインテーマに。最近のトヨタデザインとなるハンマーヘッドデザインを採用し、 ヘッドライトのデザインが変わったことでアクティブな印象を与えています。さらにディフューザースタイルではカーボンファイバーパターンをあしらったリアバンパーを設定しスポーティーな印象もインテリアは黒を基調とし赤やオーキッドブラウンをあしらっている他仙台より大きい9インチタッチスクリーンが採用されていますパワートレインは 1>, 1 2リッター直列4気筒エンジンに CVT を組み合わせ、最高出力92馬力最大トルク 109nm を発揮します。グレードはエントリーのスポーツからスマートプレミアム、そして最もハイグレードなプレミアム S が用意されています。販売価格は スポーツの55万9000バーツ約247万円からプレミアム S の69万4000バーツ約307万円ですさて、今回のバンコクオートサロン2024で展示されたヤリス2024スノーホワイトコンセプトはこれに特別なカスタムキットを装着したモデルです クリーンスタイル加速コンセプトを採用し、全体的にクリーンなホワイトカラーで、車のトーンをコントロールすることに重点が置かれています。さりげない演出として、シルバーネオマックス R サスペンションを、はじめとするボディキットが車に立体感を加えています。他にも17インチの5本スポークのアルミホイールや、 20540R17 タイヤ BRD エキゾーストパイプ ECU ショップ製の電動スロットルがキットに含まれています。